今回はとうとう出たね、デスティニーガンダムスペック2&ゼウスシルエットについての反応集をお送りします。7920円、安くね。アクションベース2つ入ってるの気配りの達人すぎる。10時かと思ったらもう来たのか。高い。スペック2のレールガンないのか。ゲルググを 500mm とか。こんだけサイズありゃこの値段になるわな。マイスト2970円、インジャ3080円、デスティニー7920円、カルラ4070円。運命自体は過去キットのリカラー。いじくるところなさすぎる。シードシステム書いてないし、多分そう。マーモーできいいし、いじるところもない。ブラックナイトには力不足でしょうけど。 500mm と思ったけど、そういえば比較対象のデスティニーも翼や武器がかなりでかかった。でけえ。え、50cm？ あれ、値段より置き場が問題な気がしてきたぞ。まあ半分以上ゼウスシルエット台だろ。シードアクションシステムは搭載していないが、ほぼ同じ機構がすでに組み込んであるやつ。ゼウスシルエットってそんなでかかったっけ？はい、光の翼付きでベースも2個ついて、この値段は格安と言ってもいいと思う。機種を単体で飾ることはあるんだろうか。 G ディフェンサーの頭みたいなもんだろう。デスティニーは気軽にバックパック換装ができないくらいしか欠点のない傑作キットだし。 HGCE デスティニー2420だから、ゼウス部分で約5000だとしても安い。そしてでかい。複数回しづらいぐらいしか欠点がない。 HG ミーティアがプレバンタン対品で7150円だったから、それにしても安い。予約争奪戦に勝利したシン、アスカは頂点とかした。HGCE デスティニーが2420円だよ。今見ると安いね。つまりゼウスシルエットだけで5000円ぐらいしてる。スタンド2つを引くともっと安い。本当にミーティアクラスなんだな。長い方のフラッシュエッジだけでも新規で欲しかった。光の翼エフェクトちゃんとついててありがたい。 HD リマスター立ち付き。氷が大量の在庫仕入れられないぐらいしか欠点がない。困った。おそらく機体に装備させたらガンプラの棚に入らない。これゼウスシルエット単体は実質4000円くらいでは安くない？関節だけ赤くしたい。インジャウメは本当に出来よい。880円のアクションベース7が丸々入ってるみたいだし、ゼウス分はさらに安い。予約今日から。暁にもゼウスつけられるから。本命は村雨会なので楽勝だな。が母、村雨会は今回の戦い需要ある枠だから、そいつも結構激戦だと思うぞ。村雨会ってムー以外乗ってたっけ？コンパスとオーブのモブ。アクションベースならいいよね。地中の強度高いけど、そこまで太くないから一番使いやすいわ。今日できなくてもどうせ買えるよね。前振りくらい作るよね。まず物がでかいからな。君そんな色黒だったっけ？プラモはちゃんと暁と互換性あるのに、メタルロボット魂くんはさ。やっぱり高いぜ暁。 RG の値段知らないんだけど、基本こんなもんなの？メッキだぜ。メッキキットはそれだけで値段が倍になってると考えていい。カルラ、これ結構気合い入ってない？他のキットより1000円高いだけで、この分割とエフェクトの量はすごい。 RG 暁って知らぬいじゃなくて大足なのね。これ予約もできる。今日の午後から。本日以降順次予約受付開始。なるほどな。レクイエムつながりで、ネトフリガンダムの方のキットも予約開始なんだな。つながるな。こいつ ME 携帯あるんだな。当たり前だけど光の翼ついてるの偉い。 RG 暁はゼウスシルエット装備可能だから、運命スペック2が余る。インパルスとラブラブギュートリオンビーム送電システムやるか。映画に見てたらデスティニー余るって感想は出てこないだろ。10体以上あっても困らないぞ。分身はクリアで、関節が赤く発光してレールガン
張って分身もするやつをプレバンでもいいから出してくれ。大きさがサブフライトシステム的な何か。普通のライフルでレールガンではないの？村雨の東部バルカンの構造すげえな。予約解禁は最速のところで解禁日当日14時だけど、14時以降であれば店の裁量によるのである。ゼウスシルエットが思ってたよりだいぶでかい。スペック2につけるより普通のやつにつけたい。普通のがない。塗装するしかない。グレーのところをライトグレーにするだけで済むぞ。7月の再販で準備しとく。1980円の100式はメッキ版だと4400円になります。いかが出たし。すまない、プラモ予約戦争に疎くて申し訳ないんだが、これはプレバンで欲しいものを予約すればええんじゃろうか。今日の午後からお腹痛くなりそう。ゼウス仕込んだ大掛かりなもんどこで何に使うんだよ。オーブ。地下に隠れてるオーブシュノーを殲滅だ。なんでオーブが持っとるんじゃい。オーブだぞ。そうだし、君が撃つんだ。議長ってやっぱあれだわ。地下に隠れた卑劣なオーブシュノーを爆殺するためのゼウスシルエット。オーブってやっぱあれだわ。おお、さすがにデカすぎ。左肩のセンサーユニットスキー、縦に置けば問題ないぜ。その機体は人を殺すためでなく戦争を終わらせるため。その武器は人を差別するためでなく理想と平和を実現させるため。王殲滅。劣等殲滅。劣等殲滅。 500mm ってことは PG ガンダムとかよりでかいの？関節塗装するとクリアランスも取らないといけないから赤関節つけてくれ。予約戦争に勝てなかったら廃人になりそう。主人公機の一つだし大量生産してほしい気持ちと、この大型パックを大量には作らないだろうって心がある。なんだい、今日の14時にまたトイレが埋まるのかい？はいはい、すみません、14時から下痢の予定で。君14時か16時にしか腹痛にならないよね。はい、いつもお昼後の業務が嫌で。はい、11時にもなります。昨日は12時に下痢でした。ザム、それで変えましたか？14時頃今日はちょうどトイレ行けないから15時にしてほしいな。大型キットだから怖い。優先順くらい高めで行く。今日は地味にボリの奥様アンダ激戦だと思う。ガンプラ内だとゼウスと MGSD が真っ先に狙われそうだな。ウィングガンダムゼロカスタムとゼウスの2つに絞るか。まあ予約できなくても当時使えばよいや。公開したの全部今日だったら絶対無理だろ。バンダイさんに分散してずらすという考え方はない。優先順くらいつけて予約開始したサイトから潰していけ。送料のことは一旦忘れよう。予約ページ出てきたら教えて。というかデスティニーは HGCE の時点ですでにシードアクション入ってるというか、こいつがシードアクションの基礎というか。俺はデスティニー単独が来るまで待つよ。発売日はまだ不明なのか。日付は前月にならないと出ないぞ。暁はストライクのフレーム使われてるのか。こんな突然湧いてきた大型装備なのに劇場版見たら欲しくならないわけがない。でもデスティニーより暁が売ってた印象の方が強い。あいつはあいつでおかしなことやってるからな。さらに元ハオーブを撃つためだった武器をオーブを守るためにシンが使ったというバックボーンも公開する。なんと傲慢な名前なのだろう。新世界の神でも気取っているつもりなのであろうか。天と地を行き来する英雄神の名を冠するオーブの使徒がある島に対して、天空神であり神々の王であるゼスの来典による裁きを与えないといけないからね。光の翼もちゃんと入れてくれるのありがたい。本当にデスティニーのキットには愛を感じる。俺は休み取ったぜ。今日予約のプラも多すぎる。毎回言ってる気がする。あんただけは落とす。性格悪すぎ。正直14時ジャストなら予約できるよ。俺は謙虚だからゼウスと暁にするよ。 RG 暁とゼウス連動可能なんだろうな。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひコメント、高評価、
ャンネル登録をお願いします。